皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話など毎週金曜日にお送りしています。今月は100年に一度のパンデミックに焦点を置いて記事をピックアップしてます。普段の DLS は流行りっていうの、時事問題を取り上げた記事っていうのはあまりしません。なぜかというと、流行っている最中はちゃんとしたデータが見つからないのと、流行が過ぎればその情報は役に立たなくなってしまうからです。でも今回のパンデミックは早く情報をシェアした方が先生方のサポートになるかもしれないのと、バレエスタジオという面で情報を探すのが難しいなと感じたので書きました。3密に気をつけてくださいっていうのはさ、レッスンで怪我しないように気をつけてくださいっていうのと同じで、何に気をつければいいんですかっていうツッコミ満載じゃありませんか。まあそれは置いといて、今日は今すぐできるバレエスタジオコロナ対策という記事をピックアップしました。すでにスタジオ再開されている場所もたくさんあると思うけど、今からでも取り入れられると思います。では本文です。今すぐできるバレエスタジオコロナ対策。メルボルンの緊急事態宣言が6月1日に延長されました。理由はまだクラスターがあることと、学校がスタートしたら学校内感染が見つかったから。素人の私は第2波がねなんて言ってましたが、今日聞いた専門家意見だとまだまだ第1波のことだそうです。日本はというとスタジオが再開してきているようですね。今日は今すぐできる、無料で、もしくはすごく安くできるバレエスタジオ内のコロナ対策アイデアを書いてみます。消毒、換気、少人数制とかそういうことじゃないです。それはニューノーマル、当たり前なんでね。まあ当たり前だけど面積ということで、これをやったからといって感染ゼロになるものでもなければ 100% 安全になるわけでもありません。ただ忙しいバレエの先生兼スタジオ経営者の皆さんにとってのアイディアになりますように。バーの立ち位置、センター立ち位置のマーク。 SNS で DLS インストラクターのコーニちゃんが挙げていたアイディアなので、私のアイディアではありません。さすがコーニ、母ちゃんは嬉しいよということでシェア。子供たちが忘れないよう、バーの立ち位置やセンターの立ち位置を床にバミにしておきましょう。久しぶりにレッスンに戻って、センターまで行くとワクワクが勝ってしまって、バーでは動かないけど、センターだとみんながくっついちゃって、なんていう問題を解決することができます。メルボルンでもほぼ全てのお店の入り口とレジの前にはバッテンがついてます。ここに立ってねというマーク。大人でもそうですが、おしゃべりや携帯に夢中だったり、急いでいたら距離を縮めてしまうことも。簡単にできますのでお試しあれ。スタジオの横にもマークを。センターから履けるとどうしてもみんなが集まってしまう。アレグロになると斜めからスタートするとなんていう悩みもあるでしょう。スタジオの左右の壁の近くの床に 1,2,3,4,5 など番号を貼っておきましょう。どこに履けてどこに立っているのかがわかるはず。先ほどセンタープラクティスで1番に立ってた子は、履けて横に立つ時も1番に立つなんていう風に合わせてもいいかも。テープで床が滑らないようにだけは気をつけてください。更衣室に荷物を置かない。更衣室が広くないスタジオは特に荷物をスタジオに持ってきちゃいましょう。どうしてそれがコロナ対策になるかって、床に物がいっぱいだとやはり立つ位置が近くなってしまうんですよね。ただでさえ混みやすい更衣室、ソーシャルディスタンスを作るためにも、徹底して掃除ができるためにも荷物をどかしましょう。DLS ではセミナー中、荷物置き場というサインを作っておくこともあります。事前に場所を決めさせる、一人一人荷物を取りに行き更衣室に向かうなんていうのもバレエのレッスンの一環としてやっちゃいましょう。均等にスペースを空けて動く、歩く、美しく荷物、つまりプロップを持ち上げるなんていうのはコールドでやる場合もあるからね。荷物は最小限に。スタジオに荷物を持ってくるとしても、やはり踊るスペースは確保したいのよね。ポアントレスなんてしないんだから持ってこないとか、できる限り荷物を少なくしてねと声をかけておきましょう。その代わり必要なもの、例えば手を頻繁に洗うからハンカチ 2,3 枚とか持ってくるといいよね。話は脱線するんですが、日本のトイレでいつも思うこと、手を濡らすだけで手を洗ったっていう人たち、その後髪の毛を触って整えつつ手を乾かして出てくっていう、うわって思ってしまうの私だけでしょうか。あと手にくしゃみしてその手ですぐ手すりを持つとかさ、日本が衛生管理ができてる国っていう報道を見るためにうーんって思ってしまうのは私だけですか。入り時間を変更。更衣室つながりで、みんなが同じ時間にスタジオに来ると更衣室が混んでしまいます。少人数制だってやっぱそこは難しい。だからこそ 2,3 グループ分けて5分ずつ入り時間をずらしてスタジオになんてどうでしょうか。確かに面倒だけど、みんなに協力してもらって初めてレッスンになれるよね。更衣室でグダグダしている子たち防止にもなるし、人数、トイレなど調整しやすくなると思います。
もちろんみんなが平等になる必要があるので、一週間ずつ入り時間の変更するっていうのは大事だと思う。それと、みんなが違う時間に来るので、ウォームアップはレッスンの中でやってあげてね。みんなが同じだけできるようにってこと。食べ物をシェアしない。学校の後、スタジオの教室でお夕飯を食べる、間食をするなんていう子もいると思います。それはとても大事なこと。だけど、食べ物のシェアはやめようね。食べる前に手を洗う、食べた後に手を洗う、食べてる間は喋らない。だってマスクできないから飛沫対策できないでしょ。は、保護者にも伝えたいし、教室にも貼っときたいところ。エクササイズ道具もシェアしない。スポーツジムでもクラスターが報告されたのでわかるとは思いますが、物をシェアしないっていうのは大事です。ウォームアップのマット、セラバンド、マッサージボール。いつもスタジオで使ってねとしてるものがあったら、それは今はやめましょう。スタジオ内に本棚があったらそれもストップしておきましょう。物媒体で感染するかと言われたら感染確率は少ないみたいだけれども、スポーツジムの例もありますし、お金がかからずすぐにできることなので書いておきますね。スタジオの掃除は生徒にさせない。これは日本特有かもしれないけど書いておきます。スタジオの掃除、生徒がやってくれてたりしますよね。自分の環境を整えるっていうのはすごくいいことだと思う。でも、学校に復帰して、レッスンに復帰してすんげー疲れてるということを前の記事でもお話ししましたが、そんな子たちがちゃんと隅々まで掃除できると思えないのよね。子供たちの体力回復を考えて、スタジオお掃除をお願いしてる場合は今はやめておいた方がいいと思う。アルコールや消毒液に反応してしまう子、アレルギーを持ってる子っていうのもいるので、その子だけやらないっていうのもできないでしょうし。前髪は上げる。スタジオお休み中にお団子の作り方を生徒さんに提供しているスタジオもありましたね。すごくいいアイデア。前に髪型について記事で書いたけれど、ダンサーにとって練習しすぎても怪我しない。だけど、どのレッスンでもオーディションでも必要なテクニックです。コロナ感染はペンキに触るようなイメージを持てなんて言われていますが、レッスンが再開されてジメジメしてくる季節、前髪が邪魔だったり痒くなったりして何気なく顔を触ってしまうなんてことはありませんか？マスクをしてたら OK というわけでもないので、極力顔に触らないという点でも、バレエの髪型という点でも、前髪どかしておこうねというお知らせはできますよね。今すぐスタジオの LINE で流してくださいませ。オンラインとオフラインを混ぜる。今までレッスンをオンラインでやっていた人たちは、今すぐスタジオ再開しなくてもいいんですよ。徐々にというのを考えて、掃除や換気、クラスの入れ替えなどを考え、1日に4本クラスがあった場合、1、3クラス目はオンライン。2、4クラス目はオフライン。で、来週はそれを交換。なんて感じでもいいわけです。学校再開1ヶ月は元の生活に戻れるように、レッスンはまだオンラインでやるってのも手だし、クラス内の半分はオンラインで残りの半分はオフラインでもいいわけです。体が弱いご家族がいる。スタジオが家から遠く、帰宅時間が遅くなり疲れが溜まって免疫力が落ちるかもしれない。怪我をしていて通うのがちょっと大変なんていう人はまだオンラインの方が楽かもしれませんね。0と100。オンライン、もしくはオフラインでなくても、オンライン、オフライン一緒でもいいわけです。先生である皆さんの体調もそうですし、掃除などエキストラでやることが多い場合、近所でクラスターがあったという報告があるなどという場合、焦る必要はないと私は感じます。まとめ。今日ご紹介した内容は絶対にやらないといけないではありません。ただのアイディアです。せっかく楽しみにしていたバレエレッスンのもの、レッスン内の準備もしておきたいよね。無駄にコロナを怖がる必要はないと思います。でも、流行りの風邪ではなく、パンデミックであるという事実を忘れず、自分にできることをやるって大事だとは思う。今回挙げたことはほぼ無料で、順位日さえすれば簡単にできること。そして別に、レッスン内容や子供たちに負担がかかることではない。ただ、指導者、スタジオ運営者、しか準備してあげることはできません。ぜひ、考えてあげてくださいね。いかがでしたか？ポイントのいくつか、例えば足で踏み、汗がつくエクササイズ道具をシェアしないとか、前髪が邪魔にならないようにするなどはコロナでなくても当たり前かと思います。まだまだステイホーム、ステイセーフは世界規模で続くと思うので、ぜひ参考にしてくださいね。来週はリスナークエスチョンということで、コロナで発表会が延期になった話をしていきたいと思います。お楽しみに。ハッピーランシング、佐藤愛でした。